尋常化とは、学校教育法施行以前の日本の旧制学校における家庭の名称。より高い上位の家庭である高等化とタイで用いられる。旧制小学校の尋常化は、義務教育機関である尋常小学校の家庭を言い、修行年限は、修学義務年齢の6歳から6年間であった。1941年の国民学校令により、初等化と解消された。 旧正中等教育及び旧正高等教育における尋常化は中学校に相当する過程を指す。1886年の第一次中学校令では、中学校を尋常中学校及び高等中学校の2種に分け、前者の修行年限を5年としたが、1899年の第二次中学校令により尋常中学校は中学校と解消された。 1918年甲府の第二次高等学校令は高等学校は原則として修行年限派7年とし高等化3年尋常化4年とすることを定めた。これにより高等学校は本語る高等科の予備課程として中学校の課程に相当する尋常化を併設することが可能となり以降尋常化を有する7年生一貫教育の高等学校は 管理二校、台北、公立三校、何は、府立、私立四校、成形、成城、港南が設立された。これら、尋常化のうち、最も早く廃止されたのは、東京高校であり、第二次世界大戦が開始されると1943年から1944年に、台北、富山、何はの三校も、財政難などの理由でどうかの生徒募集を停止し、 廃止した。しかし残る5校の尋常化は存続し、戦後の1946年になって、東京高校も生徒募集を再開したため、計6校の尋常化が新生高等学校、中学校への移行を迎えることとなった。この際、6尋常化は高等学校を構成母体として発足した新生大学の付属校内市系列校へと改編されて、 現在に至っている。以上の事情を背景に、六校は程度の差はあるものの、交渉、後期創立年、幸風などに見られるように、旧正高校時代からの歴史的継承関係を強調している。ありがとうございます。